で始めました。ティチャンネル。さあ、今回は、はい。はい、アイドルシック神立翔歌です。お願いします。翔歌さんがトフを受けたということで。受けました。はい、その感想を聞いていきたいんですけども。はい。そうだ、まずあれだ、この、参考書渡すって言って渡すの忘れてしまった。もう後の祭りですよ。あら、後の祭りなんてよく知って、英語では何ですか？え、なんだっけアフターフェスティバルなんかね。いや、言わない。まあ、ちょっといい。はい、なんですが、じゃあどうだったのかを聞く、そうこれをね、本当は僕の参考書を渡そうと思ってたんですけど、すごいロゴがかっこいい、はい、そうなんですよ、極めるっていうのをですね、やったやつなんですが、その前にあれですか、お知らせをしとかないと、そう、急遽ね、今日お知らせ取っとかないと、はい、やばいって言って、はい、急遽朝ですよ、今日。はい、10月6日のお昼の時間帯に、渋谷の、会議室スペースで、はい、森哲先生との、あの、アイドル失格、はい、コラボイベントをやります。会議室でやるんですか？どういうこと？はい、はい、会議室に客がいるんですか？あ、そうです。いつも撮ってるスペースで、はいはい、どれぐらいのキャパ？キャパは、いや、30はあります。あ、なるほど、はい、なんですけど、チケットの枚数が決まっているので、はい、その分そうですね、早くチケットを取るのをおすすめします、はい、内容はですね、公開収録の企画が 1,2 個ありまして、はい、で、その後特典会、アイドルの写真撮ったりトークしたりする時間、はいはいはい、で、最後にチケットを、高めの方のチケットを買ってくれた方と一緒にオフ会っていう感じになっております。あとはアメリカ遠征に向けてのお気持ちとかの決起会っていう形になっております。なるほど、自分を尊敬しちゃったお気持ち。あ他のメンバー見るかな。あ、いや、ダメだ、自分のグループだから尊敬しちゃダメだ、はい、もう、じゃあそういうのが、え、何時か、お昼って、お昼の、ちょっとすいません、ちょっと待ってます自分で覚えてない。1時半。1時半。1時半になっております。はい、ました。渋谷の、なんてとこですか？ふれあい貸し会議室。めちゃめちゃ。渋谷宮下パークビルとなっております。めちゃめちゃふれあい会議室って、もう YouTuber たちよく使うね、はい、会議室の名前ですけど。公開収録なのでね、いかにもその YouTube 撮ってますっていう雰囲気が味わえるかと思います。なるほど。そういうやつですよ。ふれあい会議室。え、はい、机とかがあるところをどこかあるみたいな。あります。あ、でも机に座っていただく形でも全然あります。机に座っていいの？という形です。歌がありますね。歌うんですよね、でもね。歌ない。歌ワンチャンあるぐらいです。歌ワンチャンあるぐらい。ワンチャンあるぐらい。じゃあ会議室で歌っていいのかな、わからんけど、はい。一応有線マイクがあるところを選びましたので。なるほど。ワンチャンありかなぐらいの。生の、じゃあね、アメリカ人の翔歌さんの質問が見れるかもしれません、ね。はい。そんな感じになっております。はい、じゃあそのリンクを、はい、後で送っていただければ、はい。はい、今日動画出しますんでね。はい。では、うん、トフル受けた感想どうだったんですか？やっぱりなんかスピーキングに比べて他の内容の差が私にとってはすごい大きく感じましたね。そうなんですね。やっぱり reading, writing, listening は結構、はい、まあ、学校とかでもやったりするので、はいはい、listening はもう日常的にすごくやってるものなので、はい、結構割といい感じに解けてる自信があるんですけ ど、 でもスピーキングは普通にやったことがないので、うん、なんかそれだけめちゃくちゃハードルが高く感じるみたいな。なるほど、そうか、アメリカ人がそんなね時間内にまとめて喋るとかないですね。ないですね、日常やることがないからか。じゃあそれぞれリーディングはどうでした？読んでみて。リーディングはで読んでみて、リーディングは、いや、でもそんなの内容難しくなかった感じでした。理系文系がそれぞれ出るとかいろいろ言われたりします、ね、ああ、そうだっけ。なんか別に普通の文章だなっていう感じではあったんです。全然単語の言い換えとかもは全然違和感なく、まあ、難しいなとはあんまり思わなかったです。あの最後に3つ選ぶやつとか、ああ、用紙を選ぶやつとかも割とあります。あります、そういうのがちゃんとあのアメリカのステンダライズテストにもよく出てくるので。そうなんですね。あります、あります。アメリカの試験にも出てくるということで、 3 of the above みたいな。はいはいはい。なんでじゃあリーディングはすんなり、すんなりいけた感じですね。やり慣れてる。どちらかというと多分高校と大学レベルの間くらいのところにあるので、ちょうど、はい、トーフル的には、うんうん、試験の意図的にはすごいぴったりなんじゃないかなっていう感じです。そうですね、そうですね、まさにイントロ的なところですからね。はい、本当大学のレベルではないというか、大学の本当イントロレベルっていう感じなんで、あ、そうだったんですね。なるほど。じゃあ内容も分かりやすく、面白かったですか？トイックと比べてどうです？いや、私は結構そういう文章を読むのも割と好きなんで、でもまあトイックも面白いっちゃ面白いところはありました、先生。なるほど。でも、やっぱりトーフルの方が内容が濃いなっていうのはあって、やっぱり読んでて面白いですね。文の入れる位置の問題とかね。ああ、いや、問題より文章の内容が面白い。内容が、ということで。じゃあ、
リスニングはどうでした？だって最初にガーって聞いた後に答えていくじゃないですか。あ、そうですね。メモとか取りました？一応取りました。でも思ったよりたくさんメモを取ってしまっていらなかったみたいなのが若干あります。もう覚えてました？どうでした？そうですね、まあ会話の内容みたいな感じで覚えてるので、うん、はい、すごく抜けてる部分があるかって言ったらそんなに。ああ、そうだったんですね。やっぱり普通の会話として日本語で喋られた時に、はいはいはい、こうどれくらい覚えてるかみたいな感じの方が、多分私はどちらかというとそっちの方が苦手なんで、なるほど、そういう感じだったということですね。で、会話で何話したっけみたいな、友達と、はいはいはい、で講義とかは、講義とかは、え、でもなんか普通の大学の講義に比べたら若干違うなみたいなところは全然あります、ね、あ、違うって思ったんですね。違いますね、やっぱりその読んでる感じがめちゃくちゃするというか。あー、なるほど。冗談とかもあんまり入らないし。あ、はいはい、なるほど。スクリプトがあってでみたいな感じっていう感じがあるわけですね。へえ、そういう感じ。あと基本的にそのもっとパワポみたいなのが充実してるんですよ、本物の大学の人。なるほど、確かに確かに。なんかもっとビジュアルがあるんですけど、はい、なんかめっちゃ教室の写真みたいなの見せられて、それでずっと喋ってるから。確かに確かに、なるほど。でライティングはどうでした？ライティングは時間がめっちゃ余ってしまって、やっぱすごいですね、そこが。なんかこう、あ、これ以上何書いたらいいんやろみたいな感じの時間がありました。全然最初はこの要約するやつじゃないですか。はいはいはい、やっぱ分かりやすかったですか？そうですね、大学のイントロの授業と割と同じような内容が出てきてるので。そうなんですね。すごい大学1年生ぐらいの時の頃を思い出しました、うんうんうん、そしてアカデミックはどうでしたか？アカデミックディスカッション、ディスカッションボードはもう大学でたくさんやってるので。慣れっこ。そうですね、なんかアメリカもそのパソコン上でやるみたいな感じで、この日の11時59分までにその3人のみんなのやつを見てレスポンス書くみたいなのが全然あって、まあ、それをね、ハウスパーティー締め切り30分前にやってたタイプの人間だったんでなるほどね、じゃあそこは行けたということですね、はい、なるほど。いやー、いよいよじゃあ次回は結果を見ることになるんですけど、はい、ドキドキですね。ドキドキですね。ちょっとね、あの一つだけめちゃくちゃ不安なあのセクションがあるっていう感じで、スピーキングが。あら、それ以外は割と大丈夫なんじゃないかなって思ってます。なるほど。え、それは講義のやつですか？それとも、あ、一問っていうよりはスピーキング全体的に不安っていう感じ。不安。わかりました。じゃあそれぞれのセクションね、次回どうだったのかっていうのを結果を見ながら話していきたいと思います。はい、さあ、果たしてアメリカ人チョコさんはトフル満点取れるのか？ソフルで次回のどうですか、このイベントの時にはもうトフル満点の人になってる可能性があるわけですよ。いやー、怖い怖い。果たしてネイティブがどれだけ取れるのか、はい、次回の動画にご期待ください。はい、はい、今回はトフルを受けたチョコさんに聞きましたんで、はい、じゃあ次回ですね。まあまあ、あとはね、次回はその試験会場どうだったかとかね、その辺も聞きたいんで、はい、やっぱみんな試験会場情報って結構トフル結構知りたいんですよ。確かに。なんでその辺のことを期待してもらってですね、はい、もうてんちゃんとチョーカさんのこの上げ下げで振り幅がえげつないってコメントがよく来てますけど、藤川さんって何受けてます？藤川さんは英検3級落ちましたんで。あー、次4級違う違う、下がってっちゃう。もう一回リベンジ、もう一回リベンジ3級、リベンジってことなんで、はい、チョーカさんはそれに対してトフルを受けてると。はいはい、あと英単語で検定もね、コメント来てましたよ。だって難しくなってますよ今はって。あ、もっともっと難くなってますよみたいな来てたんで、こちらもぜひ頑張っていただければと。受ける前提、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。